7月6日午前の取引が終了しました。日経平均株価は大幅に続落しています。今日の全引けは405円51銭安の 32,933 円19銭となりました。トピックス東証株価指数も 18.96 ポイント安、 JPX 日経500 187.16 ポイント安とそれぞれ下げています。東証プライム市場値上がり銘柄数は全体の約 26%、 477銘柄、これに対して値下がりが 71% の1298銘柄となっています。変わらずが 3% の59銘柄ほどありました。トピックス規模別株価指数もいずれも下落、大型中型小型そろって下げています。商いは高水準ではありますが、最近としてはやや少なめと言えるかもしれません。全引け段階東証プライム売買高7億4500万株余り、売買代金1兆7529億円、1兆7000億円台半ばの売買代金で着地しました。このペースで5番も推移すれば1日通して3兆円台半ばの大売買代金ということになります。今日は朝方から売り注文先行、幅広く売られる展開となり、日経平均株価寄り付きから間もない段階で下げ幅480円余りに広がる場面もありました。直近で大きく上昇してきたと、7月上旬にかけて上昇したということで、33年ぶりの高値水準にある日経平均株価ですので、利益確定の売りなども出やすくなっているという面があります。それに加えまして、世界景気の先行き不透明感から5日の欧米株式相場が下落したといった流れもありまして、運用リスクを避ける動きが広がり、日経平均株価売りが先行しました。7月上旬には上場投資信託の分配金捻出に向けた売りが増えるといった見方もありまして、需給悪が警戒されたという面もあります。下げ幅広がる場面で、最も下げ幅広がる場面では押し目買い買い戻しなども入りまして、朝方9時8分寄り付きから間もない段階で下げ幅を大きく広げた後は、やや下げしぶる動きも見られています。待機資金、個人投資家などの待機資金が押し目を拾っているといった見方も一部には出ております。そういった中で個別で大きく下げた銘柄、売られた銘柄としましては、今日は半導体設計のソシオネクスト6526が急落、大量の売り注文を浴びまして、結局全引け段階で値がつかないままストップ安水準の売り気配のまま全引けとなりました。昨日の取引終了後に発行済み株式総数の 37.5% にあたります大量の株式売り出しを実施するということが発表されまして、短期的な需給悪化を懸念した売り注文が膨らみました。一方で上昇した銘柄としましては、コールセンターへの人材派遣などを手掛けておりますエスプール2471、こちらは急騰して全引け段階でストップ高で全引けとなっています。こちらも昨日の引け後の材料、引け後に今11月期の第2四半期決算を発表しておりまして、これが好調だったと。6ヶ月間の累計ですと純利益は横ばいという着地でありましたが、直近の3ヶ月間で見ますと大幅増益、第1四半期が大幅減益だった内容から一転して、直近の四半期ベースでは純利益が過去最高になったという発表が交換されています。以上、今日全引けの模様、東証アローズからお伝えしました。